スットングによって追われ、オーディンは、死の道をいくつかの壺に吐き出した。そのいくらかが図らずも向こう側にこぼれている。18世紀のアイスランド人がかヤコブシグルズーソンによる、写本、SM66 の挿絵。ゴットランド島のイメージストーンハンマーズには、わしの姿のオーディンが撮ってくる様子、グンロズ、スットングの描写が残っている。北欧神話において、スットングは、霜の巨人である。 ドワーフの兄弟、フィアラルと、ガラールによって殺されることとなるギリングの息子にあたる。彼は、スノッリのエッタ第二部、死後方に登場する。スッティングの父、ギリングは、ドワーフの兄弟、フィアラルと、ガラールに、海へと誘われた。しかし沖合に出ると、船は暗礁に乗り上げ、泳げないギリングは溺死してしまった。ドグベルの兄弟は船を元通りにして恋で戻った。 夫の死を知ると、妻が大声で泣いたため、彼が死んだ場所へ誘い、出かけかけに戸口を通るところで、彼女の頭へ石臼を落として殺害した。スッティングは、両親に起こった事態を悟るとひやらると、ガラールを捕まえ、満潮時には海中に沈む岩に縛り付けた。二人は、スッティングに命乞いをし、魔法の密種を彼に提供した。スッティングは、密種を受け取ると、 それを見張りをさせる自分の娘クンドズと一緒に山の中に隠した。さて、オーディンは最終的に蜜種を入手することに決めた。彼はスットングの弟、バウギのために農民として夏の真中働き、それから蜜種の数区分を要求した。バウギが山に穴を開けると、オーディンは蛇に変身し、内部に滑り込んだ。内部では、 グンドズが密詩を守っていたので、オーディンは彼女を口説いて三夜を共にし、自分に三区分だけ譲ってくれるように彼女を説得し、ついに彼女が応じた。オーディンはその密詩を全部飲み込み、わしに変身して逃げた。スットングは彼を追いかけたが、密詩を取り戻すことはできなかった。土星の衛星、スットングルは2003年から2005年にかけてのオリジナルの綴りがサトゥーンであった。 ありがとうございます。